皆さんこんにちは。後玉曇りレンズはやばいのにスペックとお値段に負けてまたイラッコしてしまったのでどげんせんといかん。アズイズカメラです。本日の動画は2000円で見つけた欲張り仕様の大三元レンズ、トキナー ATX プロ 28-80mmF2.8 の分解整備と撮影テストです。このレンズはトキナーを廃業の危機から救った名大三元レンズ ATX270AF プロの性能向上版として2000年に発売された ATX280AF プロです。焦点距離を変えてもピントがずれない完全なズームレンズとして設計され、 50cm までの接写と望遠側 80mm という豪華なかっこいいレンズです。タムロンの超ロングセラー大三元標準レンズ A09 のライバルレンズに当たるものだったそうですが、外装のグレードはだいぶこちらの方が上に見えます。 270AF プロの方は以前の動画でご紹介した通り、フランスの超ブランドアンジェニューのノウハウを生かした両レンズでしたので、その光景にも興味津々です。東京のカメラ店で2000円という破格で売っていたのですが、正直言うと買うのを躊躇しました。なぜかというと後玉のコンディションが厳しそうだったからです。ご覧の通りひどい内部の曇りが明らかで使い物にはならないレベルでした。ですがもう単なるギャンブルとして腹をくくって買ってくることにしました。曇りは後玉群にあり、カビではなさそうです。分解掃除ができれば勝利、ダメなら2000円ですから部品ストックにするしかありませんが、早速勝負開始です。後玉にはカニ目レンチをかける穴があり、回すと外せそうですが、後玉ホボリングを先に外さないと抜き取れませんでした。後玉ホボリングは3本のネジで固定されているので、ネジさえ外せば簡単に外せます。動画には撮れていませんでしたが、こっちが先です。ホボリングを先に外すと後玉も後ろに抜き取ることができました。あっという間に問題の後玉内部にアクセスでき、いきなりクライマックスです。いよいよ肝心の後玉群です。このレンズを買うのを躊躇した理由として、先代 ATX270 プロの時この後玉群を分解できなかったことが大きいです。か、なんということでしょう。この点整備性が改善されていて、内側からリングでレンズを固定する作りに変わっており、分解可能でした。カニ目レンチでリングを緩め、爪楊枝でリングを回すと、今回の核心部分ひどく曇った後玉群内側レンズを取り外すことができました。ただし状態は厳しいです。 LED で照らすと年輪状のひどい曇りがレンズ全体を覆っています。汚れがつくような場所ではないので心配です。挑戦第一歩は無水エタノールを浸した綿棒で撫でてみることにします。ワンチャンこれで綺麗になってくれればいいなという程度の挑戦です。あれ、なんか曇りが薄くなりますよ。これもしかして、これはもしかするかもしれません。エタノールをぶっかけてもっと洗ってみましょう。やりました。洗浄成功です。汚れがつく場所とは思えませんが、無水エタノールだけであっさりと曇りがきれいさっぱり消えてくれました。マジか。あとはもうウキウキで組み立てるだけです。難しい分解はしていないので5分もかからず後玉群を取り付け完了しました。マジか。整備前後で比べてみましょう。ほとんど致命傷というレベルの曇りがすっかり消え、 LED で照らしてもほとんど完璧に透明になりました。これは大勝利です。屋内撮影テストは 5D でやってみます。まず広角端 F2.8 透視の大三元なので、2005年製の 5D でも開放でビシッと撮影できました。続いて 80mm 望遠端、おや、かなり特徴のある写りをしますね。というかトロトロです。実はこのレンズ悲運のレンズです。このレンズの先代 ATX270AF プロはフランスの超名門アンジェニューに提供したレンズの後継品といえるものでした。アンジェニューはあえて F2.6 まで開放し、全体に像が柔らかくなるのもありとしていました。心当たり
国別に好みが分かれたようです。この ATX280 は焦点距離を 80mm まで伸ばしていますが、 75mm 以降での開放はかなり解像感が落ちるの、味わいとしてゴーサインを出したようです。この望遠端開放の描写が日本人の好みに全く合わず、改造しないダメレンズとみなされてしまい、商業的には大失敗だったとのことです。今はもうナイトキナーの解説サイトでは、 75mm に抑えた A09 にボコボコにされた、うちも 75mm に抑えておけばというぼやきが載っていました。というわけで、特徴が当時受けなかったのは間違いないですが、分かった上でどんな写真が撮れるか屋外でも試してみましょう。その前にもうちょっと仕様を確認します。外観はニコンの上級レンズ群に近い高級感のあるデザインになっています。ピントもズームもレンズ全長に影響しないというところもかっこいいです。写りを特徴として捉えればとても良いレンズなんじゃないかと思います。レンズフードがなかったので無料箱でゲットしたての EW83H を小改造して取り付けしてみましたが、出来上がった後に350円で純正フードを発見してしまいました。もちろん購入、無事改造フードはお蔵入りとなりました。どんまいです。屋外撮影テストは東京湾沿いの公園に持ってきてみました。とても良い天気なので開放ではなく F16 まで絞っていてシャキッと映ります。なんでわざわざ来たかというと、この日は国体のセーリング競技がここでやっていて撮影したかったのです。頑張れ各県代表。いえ、まさかそんな、実は釣りに来て超悲しだから泣きながらヨットを取って帰ったとかそんなことはありません。 ATS-C の EOS60D でも撮ってみました。逆光気味だとフレアが出ますが、特にひどいとかそういうことはありません。かっこいい範囲です。換算45の 128mm という焦点距離になり、使いやすいというわけではないですが、写り自体は望遠端から広角端まで快適で問題なしと思います。続いて夜景撮影です。フルサイズの 5D に戻しています。2005年製なので ISO は3200までしかなく、レンズの弱点が丸裸になりそうです。望遠端 80mm でF 値ごとの撮影結果を並べてみました。遠目で見る分には F2.8 もしっかり撮れているようです。中心部分を5倍拡大してみると F8 に向けて徐々に解像感が上がっているのがよくわかります。 5D ならどうせ手持ちは無理なんでドンマイです。同じ写真の左上隅です。 F2.8 でもっとひどいことになるかと思ったら、意外と中心部分と同じような感じです。思ったよりはいいですね。次は広角端。トキナーの中の人は広角端はこのレンズもいいんですよと書いていましたが、どうなんでしょう。広角端中心部は F4 から改造して見えます。中の人の言う通り望遠端ほどの解像感低下はないようです。同じ写真の左上です。今度は F8 に向けて解像感が上がっていく感じです。解像感が安定しているのは広角端の中心部ということですね。夜景撮影テストのまとめとしては、いずれにせよ開放域での解像感は期待せず、しっかり固定しっかり絞るという組み合わせが良さそうです。レンズもカメラも古いので甘えは許されないけれど、頑張ればちゃんとした写真が撮れるというのもいい刺激で楽しいなと思います。ATX270AF Pro での経験上、復旧は難しいかなと思ったレンズだったんですが、2000円というお値段の魅力に負けて買ってしまいました。分の悪いギャンブルだったんですが、整備性が改良されていたこと、また原因不明の汚れがエタノールで簡単に落ちてくれたことで、ラッキーにもほぼ完全復活です。 60D の写りや使い心地からすると、 5D でもマーク2以降や6D シリーズがあればもっと良い写りも期待できそうですので、大事にキープしておこうと思います。しかしこんな状態からあっさり復活されると、
状態が悪いとスルーできるレンズがなくなってしまいます。いやー困ったなーぐへへへへ。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。